新車最安値に挑戦中、100% 新車感が送る新車感チャンネルをいつもご視聴いただきありがとうございます。 100% 新車感、ここインターチェンジ店の宮崎です。弊社はですね、国内全メーカーの、普通車、軽自動車を取り扱っている、新車専門店ですね。南、九州、沖縄までですね、日本全国販売エリアとなっておりますので、関東以外の皆様もぜひお問い合わせいただければと思います。でですね、今回、トヨタのランドクルーザープラド2台並べてみました。色が違ったり、グレードの装備さなんですけど、今回はですね、両方白、違いのお店のレースが白ですね、白で並べたのと、あとはエクセルかっていうのはブルーゼルとなっておりますこちらもディーゼルで白ですねになっています。で、まあちょっとフロントの顔からまず違うんですけど、まあ、ちょっとぐるっと見てみますか。まずこちら左側ですね。こちらパッと見で全然違うので分かると思うんですけど、まあモデリスタの色ついてるものです。まずフロントモデリスタの色ついてるんで、まあ、車高も全然違ってくるんですけど、こっち29センチだったかなになってます。なんでちょっとぶつけるんじゃないか、ちょっと心配な人いるんじゃないかと思うんですが、でも29センチだったら全然正直コンビニとかですね、歩道との間の段差あっても正直ぶつけることはないと思います。で、ちょっと見てみますと、ホイールですね、こちらやっぱプラグというのが大きいかと思いますけど、こちらは標準の17インチのホイールになっています。で、あとは、ま、横側上見ていただくと分かるんですけど、こちらはループレール付きですね。結構この辺迷われる方がいるのかなと思うんですね。あとはこちらはバイザーが ついていない状態なんで、まあ、バイザー今つけたいつけたくないっていうのが結構分かれるんで、まあ、ここは参考にできるかなと思いますね。あのリア側ですね、ちょっとリア側も多分、モデリストついてない方が見えてると思うんですけど、もうパッと見でやっぱり違うんで、やっぱモデリストのやるついてる方がかっこいいなと思いますし、あと個人的にちょっと嫌なのがその下の部分ですね、タイヤがスペアタイヤですねが吊り下げられてるんですけど、それがちょっと見えるのが個人的に嫌だなっていう感じですね。モデリストの方だとほとんど隠れちゃうんで見えないで、そう個人的にはモデリストのやるいいじゃんってその点も含めて思いました。で、まあ、ちょっとこちらモデリスタ側はこのままなんですけど、モデリスタ出てない方ですね、見ていきたいと思います。こちら側はまずやっぱり目が引くのがホイールですね。こちらはメーカーオプションの19インチのホイールになっています。さっきと比べると全然やっぱり大きさ違うんで、値段はやっぱりちょっと張ってしまうんですけど、こっちにしようかそれとも17インチにしようかって悩んでる人ですね、いたら本当に参考になると思いますね。正直こっちの方がやっぱ存在感もあってかっこいいんでいいと思います。で、あとはまあ上の方も見ていくと、ループレールがこっちがない状態ですね。ループレールなしで、こちらはバイザーがついています。なので今バイザーつけたらどんな感じなのかな、ループレールなしだったらどんなもの、ありだったらどんな感じみたいな、ここで比較はできると思いますね。なので、まあ、なかなかループレールありなしに比べたり、バイザーありなしに比べたりとかないと思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、これで話が出たのは、大体車高がもう全然違うんですけど、こっちだったら19インチも入ってますし、絶対ぶつけることはないと思います。でですね、あと今回は内装色も2色ブラックとベージュで用意されているので、こちらも違うので比較できるかなと思いましてご用意させていただきました。まずこちらがベージュですね。ベージュで内装色ベージュ、しかも、ステアリングがですね、
ディーラーオプションの、木目調のステアリングになってます。普通の TXL パッケージだと、まあ、ステアリングとか違うんですけど、まあ、内装色は、まあ、黒かベージュでお好きな方を選べていただきます。でステアリングはディーラーオプションになってます。はい、ありがとうございます。続きまして、こちら内装は黒の方ですね。さっきのベージュと違ってまた統一感はあっていいかなと思うんですけど、まあこっち黒で、まあベージュと黒どちらで買おうか迷われてるって方やっぱいると思うんですよね。でこちらもステアリングも、普通のこちらは TXL パッケージで標準のものになってます。見えますか？こちらです。はい、ありがとうございます。内装だったり外装だったりですね、やっぱ違うところつけたらどうなる、つけなかったらどうなるって感じになるんですけど、こちら、まあ、今回は分かりやすいように同じの同じグレードで2つ用意させていただきまして、ちょっと簡単なんですけど比較させていただきました。ですね、またですね、下の概要欄の方にも、弊社のページとランクルのプランこちらはですね、パイオニア限定車に対応しておりますので、また特設フォームからですね、お問い合わせお待ちしておりますので、ご検討よろしくお願いいたします。